今日、札幌市厚別区の道の交差点で横断歩道を渡っていた70代の女性が80代の男が運転する車にはねられ死亡しました。今日午後1時半ごろ、札幌市厚別区厚別南4丁目付近の信号のある交差点で横断歩道を渡っていた70代の女性が右折してきた乗用車にはねられました。女性は病院に運ばれましたが、およそ1時間後に死亡が確認されました。警察は乗用車を運転していた80代の男を過失運転傷害の疑いでその場で逮捕しました。現場は道道厚別中央通りと市道の交差点で、女性は一人で横断歩道を渡っていたとみられています。警察が事故の状況を調べています。